こんばんは。ありがとう。ギフト。こんばんは。よいしょ。ちょっと待って。すごい白飛びするんだけど。待って、予想外。お誕生日おめでとう。ありがとう。よいしょ。こんばんは。すごい、何これ、卵振ってるんだけど。ありがとうございます。なんで卵振ったんやろ。あ、イースターか。こんばんは。こんばんは。卵振っとる。聞いたよ。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。中村舞です。え、ラスト21。え、そうなんだけど、地味に。え、あと1時間ぐらいで、なんと私は22歳になります。くまさん、ありがとうございます。なんてことでしょう。 21.9 歳ぐらいにはなってる。え、そうかも、そうかもしれません。もうすぐです。なんかテロップ書こう。じゃあ、さようなら、ラスト、さようなら、さようなら21 21。そう、ショールーム終わって年取ります。1歳。お、翔くん、ありがとう。すごい、何これ、 FT48 のタワーがあるの。翔くん、サトシさん、ありがタワーです。え、そうなの。え、 FT48 タワーがあるの、すごい、ありがとうございます。ありがタワー、ギフト、限定ギフト、すごい、タワーの上に ST48 って書いてある。21歳ラストです。中村舞、皆さん、うつっつ、ありがとうございました。21歳の中村は見納めです。かといって22歳になって何か変わるわけではございませんけど、はい、一応で22歳になります。翔くん、目に焼き付けます。焼き付けてください。明日、そう、明日誕生日でも、今日お話し会で、そう、たくさんね、祝ってもらえて、明日はサイン会なので、そう、明日もね、結構配信で会えるんじゃないかなと思っております。なんかこれ、ひよこ、ありがとう。タコもありがとうございます。前夜、そう、前夜祭です。おめでとう、ありがとう。サインはもう書いた。あ、書きました、書きました。そうなんですよ。ただちょっとまだ、そうそう、あの、なんか一言を書くのが、その明日の配信中に一言書くのが NG なので、なので今日の夜に書きます。なのでちょっと、あの、ランダムになってしまうかもしれないんですけど、皆さん、そこのところはお許しくださいませ。そうなんですよ。なので、その名前のみってことなので、その一言コメントが、なんか、そうなんですよ。あだけでもいい。あ、コメント読める、そう、コメントは読めるので、よければ、あの、ショールームで名前とかお呼びした時に、あの、ぜひコメントをしていただけたら嬉しいですし、そう、事前に書くのは OK らしいんですよ。そう、でも、その配信中に書くのはダメらしくて、ね、ちょっと待って、見せるわ。
じゃーん。もうこんな感じでサインだけ記入はしてるんですけど、そう、ちょっとまだ一言書いてないのでランダムで書かせていただきたいと思います。ありがたいことに、そう、たくさん、そう、皆さんがいっぱいサインを頼んでくださってそうなんですよ。かわいい、これいいですよ。じゃん、そうなのです。そう、ニックネームは書きます、もちろん。名前をね、その多分名前一覧みたいのいただくんですけど、それからお呼びして、そう、書こうと思いますので、そう、なので、そう、なんかコメントでもし、なんか、そう、サインにはなんか書けないんですけど、なんかリクエストあったら全然言ってください。これ言ってみたいなだったら全然拾うので見てください。ありがとうございます。ちょっと待ってね。お話しっかり、早いな、本当に早い。22歳になるのか。よいしょ。翔くんさん、ありがとうございます。見える？こっちにした方がいい。じゃん、ありがとうございます。ありがとう翔くん、22、ありがとう。すごい、ナルマハート、ありがとうございます。明日はお昼からですので、お話し会、ありがとう、お話し会。やば、早いな。なんか、なんかもがくわけでもないですけど早いなーみたいな、一人でずっと思ってる。明日は何が食べたいって姉に聞かれて、結局何もなんか決まらずに、そう、家で何かご飯食べます。ありがとう。ケーキ？そう、ケーキ、何ケーキがいいって言われて、そう、ちょっと迷いすぎて答えれんかった。好きなね、チーズケーキなんじゃけど、生クリームも食べたい、捨てがたい。だるまさん、ありがとうございます。
確かにホールケーキ、なんかホールケーキがいいって聞かれて、ホールケーキじゃなくてもいろんなケーキを味わえるけいいよね。迷ってる。じゃん、はい、さとしさんありがとうございます。どどん、ありがとう。風呂じゃないや。見えた？ありがとう。 STU4 って言うと、48です。夜ケーキ配信ある。え、な、食べる配信ってこと？食べる配信、作る配信。食べたんでいい。うん、食べたんでいい。食べる配信。作るのは考えてなかった。ハンディクリーム、あざとい、あざといぞ。そうなんです。そう、自分の誕生日、そう、作ってよ、作ってや。そうなんです。うわー、うわー、何これ、すごい、なんかタコこれ。ありがとうございます。すごいなね。なんかでも誕生日の日にこう何かST48 として活動できてるっていうのはすごい嬉しいですね。めっちゃ卵ありがとう。ケーキありがとう。ハートありがとう。なんか、え？去年の誕生日私何してたか分かりますか？今覚えてない。覚えてなくてね。その前の誕生日はめっちゃ覚えてるの。その前の誕生日は、ゴゴリバのレッスンしてて、で結構夜遅くまでやって、結局夜にちょっと配信しただけで全然何もできなかったんですよ。そうなので、その前はそうレッスン終わりのショールームで、確かにお花見してた前日の夜は。え、当日は配信してたのかな。配信してたと思うんだけど、前記憶がなくて、今年はすごく記憶に残る誕生日って感じがします。4月1日からこの4日までの間、どうもありがとうございます。1から生誕祭で、そう、3お話し会で、4誕生日っていう流れが、なんか実感が湧くというか、誕生日なんやって感じ。え、去年は引っ越したんや。え、じゃあそんなことないわ。あれ、もう覚えてない。やばい、記憶が。さくらありがとう、すごいパラパラ。あまり覚えてません。記憶が飛んでます。高野菜？何するの？キャンプファイヤーや。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーしたい。家じゃできん。キャンプファイヤーしたいです。高野菜といえばキャンプファイヤー、グラウンドで。焚き火、ありがとう。キャンプファイヤーじゃない？高野菜といえば。なんか踊る。
そうなんですよ、火がつけられない。なんだろう、こう野菜といえば。あの火災報知器が鳴りますので、ダメです。なんか高野菜といえばキャンプファイヤーのイメージがあるだけ。去年福ちゃんたちからフルーツ飴もらっとる。え、そう、なんか0時変わってピンポーンってなって、その0時変わってちょっとしてピンポンってなって、で出たらあかりんさんがあのフルーツ飴を持ってきてくれて、葵さんとかでどうぞって、 それでフルーツ飴食べた記憶ある。そう、ショートケーキもきちゃんからもらった。そう、今年は誰も多分来ない。私がお姉ちゃんと住んでるし、そもそもあんまり家をねそんな教えてないんですよ。わかんないけど、今日2期生ちゃんといえば、今日はしみさらちゃんとめちゃめちゃお話ししました。しみさらちゃんなんか結構グイグイ話しかけてくれて、なんかねマイキオさんって言われて、いきなりでびっくりして、えってなって、だからお話ししたいんですよって言われてでなんかえ私みたいな感じで写真撮った、メールに送りました。どんな会話したの？え、なんか普段のその話とか、しみさらちゃんはね高校1年生なんですよ。なのでそう高校の、まあ、どんな話、なんかどういう子なのかなっていう話とか。2期生どうして知る？お、もうめちゃめちゃそう面白い子たちばかりなので面白いし可愛いし、なんかねすごい、なんかねみんな癖強めなのめっちゃいい子です。面白い子たち多い、本当に個性の塊。そうなんですよ、めちゃめちゃなんかね結構長い間話して、そう、しかもなんか私のことすごいめっちゃ詳しくて、なんでそんな知っとんってぐらい、なんか何やったっけな、なんかねなんかこう犬の話になってたら、あーなんかももさんですよねみたいな言ってて、えなんでな犬の名前まで知ったんと思って、なんか犬の名前まであんま知ってるメンバーとかいないんですよ。私がなんか写真とか見せて、あこれももちゃんって言うんだって言ったら、こうそれでま知ったりするんですけど、なんかそんな本当に話したことないのに犬の名前を知ってるのもびっくりしたし、えすごーと思ってそう配信あこんな見てるのかな。あとなんか XJAPAN さんのやつなんかめっちゃ最高ですみたいな、それも知ってるんやと思って、なんかめっちゃ知ってることが多かったんですよ。びっくりしました、なんで知っとんっていう、知ってるのかな。すごい知られてました。
今いろんな話した、うん、みんな知ってる？そんなことないよ。うん、なんかねすごいこと言ったの。なんかねなんか好きな芸能人さんとかいるんですかって言われたから、えアイドルって聞いたら、なんかアイドルさんでも他グループさんでもって言われて、でもう卒業しちゃったんだけど、あの NMB さん、ホテイトさん の太田ゆりさんがめっちゃなんか推しなんだよねって、好きなんだよねっていう話をしたんですよ。そしたらなんか、えそうなんですね、めっちゃ可愛いですよねっていう、そのなんか推しの話みたいになって、で私が逆に、えあのサラちゃんはいるのって聞いたら、私はマイキューさんですって言われて、なんかえみたいな、なんかちょっと空気がなんかえみたいな、お主やりよるなと思ってちょっとこれはちょっとダメですよと思って、そんな釣りにちょっと釣られてたの私これいやちょっと釣られそうになりました、えみたいなこれはすごいぞ、すごい高校1年生だ釣られるところだこれは。うん、シミサラって言わんかったん？え、なんかなんて呼ぼうかっていう話をして、なんかつけてほしいですみたいに言われて、名前なんか名前とかあんまりなんか思い浮かばんくて、そうなだから、じゃあサラって呼ぶねっていう話をしたら、サラがいいですって言ってて、うん、ちょっとつけてない名前、タコありがとうございます。サラサラです、サラサラ。ありがとうね。そう、今日なんかいろいろ意外な一面が知れました。なんかさ、なんか、ね、ミリタンが家に2回来たんですよねって言われたんですよ。なんでそれも知ってるんだろうって思って、私え、なんかミリタンがなんか話したとはあんま思えないなと思って、ショールーム見たのかなとか思って、ミリタンが話したのかな分かんないけど、ミリタンが家に2回来たんですよねって、もう2回っていう情報まで言ったんですよ。だからなんかすごい2回来た、なんで知ってるのという話をして、でそう仲いいんですねって言われて、いつでもおいでっていう、いいよ来たかったらいつでもおいでっていう話をしました。なんで知ってるんだろう、警察探偵、なんで知ってるんだろう。いつでもいいの、えいつでもいいよ、私結構あの夜一人であの孤独に震えてるんで来てくれたら全然めっちゃ嬉しいです本当に。うん、なんか人がいてくれたらすごい嬉しい。姉貴いるのに？いや寝てるんだよな、もう姉は。お姉ちゃんダメ？え、じゃあ寝ないでよ、寝ないでくださいね。私が寝るまで、あの同タイミングで寝んといけんのんですよ。私よりも先に寝たらもう寂しい寂しい。
怖い夢、そう最近怖い夢ばっかり見る。なんでなんじゃろうな、睡眠の質が悪いんかな。あとね、私ねすごいんよ、なんかさ、自分が寝とるところをね客観的に見とる時があるんよ。寝とる時に意味わからんくない？なんかその自分がベッドっていうかこの布団に横たわっている姿をこう俯瞰的にこう見てるんですよ、自分が。でそのなんか映像がすごいクリアになってて、部屋の、私幽体離脱してんの待って、幽体離脱じゃないんだよね。なんか自分がこういう感じでこうやって、はあ、中村舞が横たわってるって見てるんじゃなくて、なんか自分のそのなんだろう、寝てる姿がとかこの部屋の感じが全部ねなんか見えるの、すごい。なんか毎日じゃないんだけど、たまに。これ幽体離脱だったの？じゃあタッチさん、じゃあ幽体離脱でしょ、これ幽体離脱だったの？でもなんか違うっぽいんだけど、幽体離脱ではないっぽいんだけど、なんか金縛りみたいな感じなんだけど、多分幽体離脱って金縛りなのかな。そう、私の特技、特技です。どんな夢か思い出せん。なんかでもなんか刃物が出てきた気がする。怖い、怖すぎる。私なんか起きた時叫んだんだよね、なんかうわーって怖すぎて。夢診断。あと最近よく見るのはなんか嘔吐する夢もよく見る。なんかねやばいな、私の夢なんか意味わからんの。あとなんか虫がめっちゃなんかこう取れないみたいな夢とか、なんかねすごいいろんな夢見るの。でも全部マイナスなの、夢の中で。そうやばい夢ばっかり見るの、怖い。なんか怒るのかな。楽しい夢ないね。あの楽しい夢っていうかぐっすり眠れた時がいい感じ。夢もそんな覚えてないぐらいの。幸せ訪れる。ネガティブじゃないわ。うん、無理でしょうね。謎です。クマさん、ありがとうございます。キュマ。わかる。早く目覚めるの超わかる。でもすぐ寝たらまた見るんじゃないかって思うから、なんかもう眠いの我慢して起きてこうやって怖いなーって思いながら我慢してしばらくしてから寝る。もうすぐ22歳。え、待って今何時？何時なの？何時だよー。うえー。30分。え？あと30分で。あと30分で22歳か。
でも私生まれた時間確か10時だったはず、夜の。だからまだ21なんだよ多分。いや分かんない、なぜ、なんでだっけな、夜だった気がしたんだけど。まあでもまあね、よく生まれてる。そう、なんかお母さんに教えてもらったかな。あ、七並べのカード皆さんもらってくださいね。ログインしてください、ぜひ。ぜひとも。誕生日の日しかもらえないので。タワー来てるよ。え、嘘、タワー来てる？ちょ待って、バグ？ちょっと待って、落としてくる。ちょっと一旦落としてきます。ちょ待てよ。待って、みんな、ちょ待てよって言われた。ただいま、ごめん、待って。あ、増えた増えた、あった。あ、シンジさん、ありがとうございます。みんながちょ待てよって言った。そう。ちょ待てよ。ただいま。知ってるのね。え、なんかなんとなく聞いたことはあるけど、多分そんな分からん。なんとなくなんかそれは聞いたことある。お祝いライン？いや、来るかな。どうでしょう。ツイッター、え、私さ、ツイッターいつ投稿したらいいのねえ。もうね、文章考えたの全部、もう写真も選んだし。ちゃんと、もう私の仕事遅いから、昨日の夜から考えたの。いつも仕事が遅いからね。いつ投稿するしたらいいの。ゼロ時はでもな、なんかな、え、明日の朝はまずい。いや、いつあげるべきなんだろう。これわからんわ。はい、ありがとうございます、しんじさん。
0時以降できんはず。え、分からん。誕生日だけ特別とかあるんかな。いや、ないと思う。フリートはできん。分からん。聞いてみる？5時から OK。 あ、普通はそう。でもなんかスチューデンツとかなんか多分テレビ関係とかだったりなんかあの時はありなんだよ確か。そう、なんかちょっとルールが曖昧ですけども。なんかスチューデンツとかは夜のね深夜の放送なので、最後の一文にスチューデンツ、いや全然スチューデンツ見てねって全然スチューデンツの文章じゃないの意外かな。あ、じゃあ聞いてみるね今今聞くっていう。今聞くというね。起きてるマネージャーさん、起きてる起きてる、めちゃめちゃ起きてる。お仕事が忙しい。あ、大丈夫ですだって。0時過ぎにツイートしてもいいですかって聞いたら大丈夫ですってきた。うん。ありがとうございますって書いてきます。じゃあ0時9分にしようと。すぐこだわる。0時9分にします。ありがとうございます。2人じゃない、じゃあ9分にする。すごいな、はあ、はあ、そこら辺でツイートします。まあ起きてたら見てください。起きてなかったら朝見てください。配信はちょっと厳しいけど。うん、ありがとうございます。まだ起きてられる？本当？9分謎に。朝配信しますか？いや、しないです。すいません、朝しないです。ちょっと夜します。明日は、はい、明日の夜に会いましょう。明日昼から配信します。すいません、申し訳ない、日曜日なのにね。ハッシュタグ？ハッシュタグとかある？あ、ハッシュタグ？何も考えてなかった。昼から夜まで、そう。
そうなんだ。昼何時からか、あのもしサイン会を取ってくださってる方がいらっしゃったら、部のその何部取ったかもし覚えてたら、その部数で来ていただけたらすごい、多分待ち時間が少なくなると思うんですけど、あ1時間あれなんじゃね、1時間一部1時間3時間目からだから13時30分からです。3,4,6,7,8 の5部、うん、全部見ます。ありがとう、全部大変なことになると思うけど、ありがとう。1時間何人か、多分130ぐらいなんじゃないかな、多分そのくらいだと思います。多分単純計算したらそんぐらいかなって感じです。1時間で130わかんない、どうでしょう、100人ぐらいか、わからんちょっとわかりません。でも私何枚書いたかな、650書きました。なので単純に割ったら3ぐらいかも、でも予備も入ってるかもしれないからわかんない、そんぐらいです、そんぐらいです。ありがとうございます。それくらいです、9時くらいか、そう楽しみです。うん、全然一気に書く、もうあっという間に書くよ早いんですよ、私書き慣れてるんで。サインを使って何年になる、昇格して一回変えたから、ありがとうございます。一回そうサイン変えた、そう前のサインを使ってないもん。私のサインどんなの、私のサインは前のサインはね、え待って、どうやって書いてたっけな、前のサイン、ちょっと待ってね、書いてみよう。え待って、えなんか違う気がするんだけど、あこんなサイン書いてた、ちょっと似てるんだけど変わりました。もうちょっとなんかあった気がする、何かが足りないんだけど、なんか何かが足りない、なんか前は単純にマイだったのだけど、マイじゃなくなりました。すごいタコモチーフだったんですよ、これは毛が3本のオバキューモチーフで、クエスチョンって書いてるんです。何が足りない、なんか何か足りないね、確かに
なんで変わった？え、なんか変えたいなと思って自分の中でサインで、タイミングが昇格の時が一番キリがいいって言われて、で、そう、それにしました。なんかグッズの兼ね合いもありっていう。ない？そう、マイ？マイ？なんかここが M です。で、MAI って書いてます。もうサインを多分変えることはありません。どうもありがとう。だるまがありがとうございます。47分だ。なんてこと。あと13分。なんで変えたのってやったら難しいな。なんかなんだろうな、変えたいって思ったんだよ。なんか何か、なんかもう一つなんか違うやつにしたいなと思って、ST48 が抜けてます。あれ確かに何か、何かが足りないサイン。ありがとう。それでは皆さん、21歳、どうもありがとうございました。なんか今日あれだな、なんか変わったアバターの人がいっぱいいるな。よく見たらST48 のアバターがあるんだね。あ、本日限定？え、そうなの？私のルームでももらえるの？知らんかった。もらえるらしい。ありがとう。どうやったらもらえるの？え、星とか投げたら入ってるんじゃない？アバターもらうのって星1個でも投げたら確かもらえるんじゃなかったっけ。チャレンジに行かない。何チャレンジって、アバターもらえるかチャレンジみたいなのあるの？ありがとうございます。しばらく視聴してチャレンジに行く。え、何それ、分からん。私にはよく分からん。あと本日も少しなので、もうもらえなくなるかもしれないです。メニューの中にあるらしい。30秒視聴したらもらえる。よいしょ。え、いだだ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 、もらえた。チャレンジ行ってください。チャレンジみんながもらってきてる。ショールームなんかね、わからんの。まあなんかね、私はアップデートをあんましない人だから、なんかいろいろ機能が入ったらもうわからんなっとる。チャレンジってどれ、え、わかる、チャレンジってなんなんてなるよな。しない理由はなんか耐えられない、変化に、変化に耐えられない。時代の変化に耐えられない。
中村麻里時代の変化に耐えられません。とうもらった。待って、アリちゃん、アリちゃんさんアリちゃんさん、アリちゃんさんありがとうございます。峰吉アリちゃんさんや、いや違いますけどアリちゃんさんありがとう、ありがとう。先輩違う違う、アリちゃんさん名前が、うん、みんな着替えてる増えた、めっちゃ増殖、増殖したんだが、あー すごいことになってる。待って待って、ウェブ中が最後だ。はい、じゃん、ありがとうございます。アリちゃんさんアリちゃんさんって言ったらなんか面白いなありがとうございます。ドン、ドーナツ持ってるの、なんかね、前なんか告白対決みたいな、告白対決みたいなのがあって、なんか萌え台詞みたいな、それのアリちゃんさんがめっちゃ可愛くて、ちょっと待ってードーナツ食べよう、うん好きっていうアリちゃんさんが告白対決で言ったんですよ。もうそれが忘れられなくて、私はめちゃめちゃ可愛くてなんかそう、告白対決でドーナツ食べようっていうの可愛いよねちょっと待ってーかわいいのめっちゃ、え、ほんとこんな感じだった。なんかその先輩を引き止めて告白みたいな、私何したんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ、そう一番かわいかったアリちゃんさん、ありがとう。え、私覚えてない、何したんだっけ、かっこ、ありがとう、海行こうみたいなこと言った気がしたけどやったな、覚えてないや、暑いねって言ってた、覚えてないな、暑いのはあなたがいるからか、あ、そう、なんか夏休みに入る前に気になるその人になんか告白対決みたいな、そんなテーマだった気がする。告白させる、え、そうよ、 STU じゃない、スチューデンってさ、めっちゃさ萌え台詞みたいなの多いよ。見て、56分終わるわ。皆様、じゃん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 、じゃくまさんありがとうございます。じゃん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 、
本日は終了いたします。じゃん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 、本日もありがとうございました。じゃん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 、21歳ありがとう、さよなら。じゃん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 、てれれんて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 ん。寂しくなった？閉店感すごい。休みなさいです、ありがとう、ありがとうございます。待って、またタワーもらっちゃった。ハレイさんありがとうございます。ありがとう、クマもありがとう。ハレイさんありがとうございます。ハリーさんは呼び出しです。明日の夜に。おやすみ、今日も一日お疲れ様。呼び出しなの。ありがとう、ハリーさん。お客様のお呼び出しを申し上げます。申し上げますん、申し上げます、わからん。体育館裏、また明日。1年間なんか悲しくなってきた。え、何も変わんないから明日からもよろしくね。明日からもよろしくよ。何も変わんないよ私。あずゆりさんも多分ありがとうございます。あなたも明日呼び出しです。ありがとう。職員室、そうです、ありがとうです。増えました、また明日。言い出し覚えといてください。夜にあと30秒だ。おやすみなさい。それでは皆さん良いお年を。中村舞、良いお年を、さよなら。またありがとうございました。おやすみなさい。